けてね。あ、そうなんですね。この間、来てもらったのがおっしゃったから5日の日、うん、その5日の日からここ1週間は何も食べてない。そうでもない、多少は食べてる、うん、あります、ね、9月5日からですね。これ丸三角でしかやってない。いいぞ。丸は食べたってこと？食べてます、はい。あ、じゃあ5日の日は食べたんだ。はい。で、食べが悪くなって、はい、ここから何も食べない。はい、何も言った。おしっこはなんとか出てる。あの、お風呂に入れた時に尿酸がずっと出てくるから、その今日の尿酸みたいなのがすごいドローっとしたのが。それじゃあね、今日はね、ちょっとお預かりして抜歯しますね、はい、もう2週間過ぎてるから、はい、で抜歯した後に、はい、でもまあ一番理想はあれが出てくる、あのピンスが出てこないのがいいんだけど、はい、出てきちゃうかもしれないんだけど、まあ、とりあえず一回抜歯しましょう、はい、ないとご飯食べなきゃまずいですからね、はい、でただ抜歯がひっくり返して、はい、なんかもろに出てるけど、力はあるよね。そのままじゃちょっと抜歯できないからさ、はい、やっぱりちょっと軽く麻酔しますね、はい、それで夕方、今日の、はい、麻酔さえ冷めてたら今日の夕方帰ってもらいますけど、はい、7時近くに迎えに来てもらって、7時近くに、はい、分かりました、はい、で麻酔の冷めが悪かったら前みたいに一晩ここで泊まってもらいます。はい、分かりました。よろしいですか、はい、それで、はい、じゃあじゃあこのままね、お預かりいたしますね。はい、すいません、お願いします。じゃあ、7時近くに迎えに来てください。はい、行ってみます。